待ちやがれ、麦わら。なんだよ、しつこすぎるぞ、ケムリン。おっとっと。行き止まり？いや、上に行けるみてえだ。あそこ。ああ、ここにも山賊がいるのね。よっ、よっと。怪我は俺が治してやるぞ。なんだ、これっぽっちで俺をやろうっていうのか。気をつけて、ゾロ。大丈夫だ、心配いらねえよ。準備 OK だ。三刀流王三千世界。邪魔だ。ゴムゴムのガソリンだ。あんたたちお金持ってるの？サンダーボルトテンポ。ナミすげえな。お前ありがとう。少しはお役に立てたかしら。大丈夫か、リム。怪我は俺が治してやるぞ。何？やろうっての？行くわよ、サイクロンテンポ。これだ。さてと、ゴムゴムのガソリンだ。これだ。今がチャンスだ。これで元気になるぞ。俺の仲間にゴムゴムのガソリンが。悪いな、加減するつもり。竜巻。お前じゃ退屈しのぎにもなりゃしねえ。ほんと。私の出番ね。なんだここ。腹減った。飯。食いしん坊ね。そればっかり。待ってろ、
すぐに作ってやる。レインベースまでもう少しね。もうすぐビビに会えるな。でも俺たちの姿を見てビビ驚かないかな。そうだな、みんなこの2年でいろいろ成長したからな。服装もあの頃と随分違ってるし。それなら心配はないわ。メモリアの人たちの目にはあの頃の姿に見えるはずよ。人で亡くなってるなんてことがない限りはね。俺は元からトナカイだ。どうしたアナミ。今竜巻が砂漠の南の方に抜けていったわ。砂漠だし竜巻の一つもあるだろう。今は竜巻が起こるような気象状態じゃないのよ。クロコダイルの技ね。南にある反乱軍の本拠地ユバってビビちゃんといった町か。クロコダイルは反乱軍を追い込む目的でユバに砂嵐を送り込んでいたわ。だからオアシスだったユバがあんな風に砂に埋もれていたのね。ひでえことしやがる。大丈夫だ、おっさんは砂になんか負けねえ。ユーバ、そこに知り合いがいるの？これから会いに行くビビの知り合いよ。砂に埋もれたオアシスをずっと掘り続けている人なの。ビビはその人と同じようにクロコダイルに苦しめられている人々を必死で救おうとしているの。ビビちゃんは何でも一人で背負い込もうとしちまうからな。放っておくとワニの野郎に殺されちまう。だがそんなこと俺がさせねえ。そうね、たとえここが作られた世界だろうと私たちはビビに力を貸すわ。何があろうと必ず。ああ、ビビは仲間だからな。でもビビは無茶をするから早く合流しねえと。そうだな。仲間。レディーにはこの特別な一皿だ。さてと、行くか。よし、あの橋を渡るぞ。よっ。
俺の方はいつでもいいぞ。一刀流シッソンソン。サンダーボルトレンソン。仲間の力を見せてやる。アームポイント確定。ロゼオン。いちちちちち。きっちり肩をつけるとするか。行くわよ。ビビってなんかいねえぞ。やったー、倒した。もっともっと俺は強くなる。びっくりした。なんだって急に襲ってきたんだ。骨を踏んだ音で目を覚ましたみたいね。音に反応するってことか。意外に寝起きはいいじゃねえか。骨はあちこち散らばってる。注意して進むぞ。おいおい。にしし。ぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのブレッド。なんで私なのよ。サンダーボルトレンソン。いつでもいいぞ。行くぞ。一刀流。シッソンソン。いてー。ゴムゴムのピストル。切りがいがありそうだ。行くわよ。俺だって強くなったんだ。こんなやつにも。やった。いや待て、お前はあの危なそうなトカゲが目に入らねえのか。周囲は骨だらけだ。万が一起こしちまったら俺たちも食われるかもしれねえ。すげえ、かっこいいなあのトカゲ。起こしてみるか。やめろ。それじゃあそうお宝を取りに行くわよ。いやだからやめとけって。ゴムゴムのブレッド。いつでもいいぞ。そっちか。トラッキャリ。行くわよ。サイクロンテンポ。みんなで力を合わせるんだ。アームポイント確定。ロゼオン。はっ。きっちり肩をつけるとするか。鬼行くわよ。怖くない。アームポイント確定。ロゼオン。ゴ
ムゴムのブレッド。まずいわね。行くわよ、サイクロンテンポ。切り替えがありそうだ。ビビってなんかいねえぞ。トラッカイ。こいつ強えな。行くわよ、サイクロンテンポ。怖くない。アームポイント確定。ロゼオン。ゴムゴムのブレッド。きっちり肩をつけるとするか。なんで私なん。行くわよ、サイクロンテンポ。怖くなんてねえぞ。邪魔だ。よし、行こう。ラッキー。行くわよ、サイクロンテンポ。切り替えがありそうだ。ちょっと、やばいかもな。やるな。ゴムゴムのブレッド。行くわよ、サイクロンテンポ。ビビってなんかいねえぞ。アームポイント。ドクター、ドクターレーヌ、俺。外だ。まだ砂浜がこんなに続くの？いや、浜じゃねえけどな。前は岩山か。迂回していくしかないわね。ここ降りたら。それで、この後はどう進むんだ？ひとまず下に降りましょうか。怪我は俺が治してやるぞ。くらえ！竜巻！行くぞ！ゴムゴムのガトリング！サンダーボルトテンポ。ゴムゴムのピストル。まずい。そこ。任せて。情けねえ野郎だ。私にかかればこんなもんよ。今の力を試すにはうってつけだな。俺の方はいつでもいいぞ。竜巻！まだだ。どれだ？やっ。これが最後だ。邪魔だ！
ゴムのガトリング。ナミさん、下に着いたが、ここからは？そうね、進むなら東ね。地面に荷車の車輪の跡がついているみたいだから、それに沿って進みましょう。私の出番ね。なあ、ここまで結構時間がかかってるけど、ビビ、今頃どうしてるかな。そういや、レインベ…うほえ、嘘。よかった。うわは？え、はあ、何？もう、お前、うん、もう、なんだと？ああ、え、準備はできてるぞ。アームポイント確定。ロゼオン。刀がうずく。竜巻。いくぞ。ゴムゴムのガトリング。金よ。あんたたちお金持ってるの？サンダーボルトレント。これで元気になるぞ。あ、すげえのが来るぞ。面白い、やってみろよ。いって、ゴムゴムのピストル。修行にはちょうどいいな。鬼切れ。さあ、ガツンとかますわよ。サンダーボルトテンポ。医者、医者、ワンポイント確定。ロゼオン。いって、いくぞ。ゴムゴムのブレット。やめよ。そっちけ。キッ。命まで取るつもりはねえ。この勝負、ここまでだ。ひしひ。おい、よかった。うん、おいおい、まあ、ママどういうこと？へへ。お、あ、あ、おい、大丈夫か？わ、なあ、まずいわ。おう、そうか。そういや、レインベースにいるかもしれないんだったな。そうね、一人で無茶をしていなきゃいいけど。ビビちゃん、
今行くから待っててね。勘弁してくれよ。やっと岩山を乗り越えたってのに。移動性の流砂のようね。規模からして砂の流れる力は桁外れに大きいはずよ。自力で渡ろうなんて考えない方がいいわ。困ったわね。これじゃレインベースに向かえないわ。ビビ大丈夫かな。とりあえずもう少し北へ向かいましょう。また歩くのね。大丈夫かリム。ほら水飲んだ方がいいぞ。ううん平気。やった。やるぜ。開かせろ。喉乾いた。見ろ、オアシスだ。どこどこ。ああ水。ちょっとルフィ、勝手に行かないでよ。あ、なんだお前。何だったんだありゃ。どっか行っちまった。あー、ない、私のへそくりがない。まさか今のすれ違いざまにすったの。信じられない。どうするルフィ、追うか。水飲んでからでいいんじゃねえか。いいわけないでしょ。すぐ追うわよ。私はここで待ってるわ。なんだよ、リムだけ水飲むつもりだろ。違う、私がいるとエイサーは余計に逃げるから。なんか事情があんのか。それはうん、私にもよくわからないの。とにかくさっき財布を奪ったのはヨイサーという生き物よ。彼らは優しくて弱い。だからこういう悪いことはしないはずなんだけど。だが財布を知ったぜ。そうね、まるでエイサーみたいだった。エイサーはヨイサーと外見が似ているけど、とっても乱暴で人に危害を加えることもあるから。もうヨイサーでもエイサーでもどっちだっていいわよ。とにかくさっきのやつすぐに追いかけるわよ。
あ、この辺、さっきのやつの匂いがするぞ。ナイスチョッパー。どっちに行ったか、わかるわよね。このまま、岩壁沿いに南だな。俺に任せろ。何何？悪かった。言われた通りし、いじめられる？誰に？エイサーたちにって言ってるけど。わ、なんだこいつら。おい、金持ってきたか。何人間と話してんだ。そいつらから金取ったのか。だって同じ仲間じゃねえのか。こいつらは違う。何が違う。同じだ。いじめてやる。その人間と一緒に。いいぞ、相手になってやる。へそくり、返してもらうからね。よし、行くぞ。ゴムゴムのガトリング。さあ、ガツンとかますわよ。サンダーボルテンポ。準備 OK だ。みんなで力を合わせるんだ。アームポイント確定。ロゼオン。行くわよ。サイクロンテンポ。行くぞ。ゴムゴムのガトリング。よし、飯にしよう。どっかに肉ねえのか。ありがとう、助かったよ。だって自分でやり返してもよかったんじゃねえか。大したことなかったぞ、あいつら。いっさ、今度は頑張ってみる。いっさ、いっさ。え、何？お礼がしたい。どこか行きたい場所。何？どうするの？いっさ、いっさ。俺たちは道に詳しい。あんたたちを迷わず目的地に連れて行ける。そいつは本気で助かるな。うち、まったくだ。おめえのことだ、クソマリモ。そこまでにしとけ。で、どうすればいいんだ。こいつ。行きたい場所を言ってくれれば。あんな、そうね。じゃあさっきのオアシスまでお願いしようかしら。いっさ、いっさ。ありがとう。さすがに道に詳しいってだけあるわね。ああ、他の時も頼みたいくらいだぜ。いっさ。え、本当にいいのか。何、どうかしたの。この看板があるところでよければ、呼んでくれれば、いつでも案内するって言ってるんだ。ヨイサーは義理がたい。きっと役に立つ、だってよ。本当に？それじゃ、機会があれば手伝ってもらおうかしら。任せとけ。だってさ。無事取り戻せたみたいね。うん。もうバッチリよ。そう、よかったわね。ああ、リム、お前先に水飲んだだろ。飲んでないわ。
ちょっと、まあ、別にいいじゃない。それより早くオアシスに入ってこの先のルートについて確認しないと。いや、お前の財布を取り戻しに行ったから後回しになったんじゃねえかよ。水が飲める。ルフィ、あれを見て。どっかから来たキャラバンみてえだな。それがどうかしたのか。あの荷馬車、アルバーナの町でよく見たものと同じ。おそらくアルバーナの商業組合の馬車ね。アルバーナ？じゃあ、あのリューサを渡ってきたっていうの？そうね。あるいは別のルートを見つけて。それは大きな手がかりね。ねえ、あなたたち、話を聞かせてくれない？あの竜差を超えられるわけがないだろう。アルバーナに抜ける洞窟があるんだよ。そこをなんとか突破してきたのさ。それ最高の情報だわ。どうもありがとう。でも洞窟に行くつもりなら気をつけろよ。サンディ砂漠でもめったにお目にかかれないバカでっかいバナナワニがうろうろしてるぞ。ご心配なく、うちには腕の立つ仲間がいるから。見ろ、キャンプにもってこいの場所があるぞ。
なんだ。そうか。うん。やった。飯だ飯。よし、宴だ。宴だ。やっほー。さてと、行くか。よし、洞窟に行けばいいんだな。もう回復したの？すごい体力ね。みんな行くぞ。涼しい。昼の砂漠に比べたらここは天国ね。あ、ここにもヨイサーの看板があるぞ。おい、面倒だから下に落ちんじゃねえぞ。気抜くなよ。今の力を試すにはうってつけだね。準備 OK だ。一刀流シッソンソン。やるか。ゴムゴムのガンプリング。たちなんかお呼びじゃないのよ。ザンダーボルトガンボ。ゴムゴムのピストル。ああ、しびれが。医者、医者を呼んでくれ。行くぞ。大剣豪になる日まで絶対にもう俺は負けねえ。文句あるか、海賊王。しっしっしっし、ない。おいおい、こいつらどんだけいるんだよ。あるわ。
けねえだろ。じゃないわね。うん、どう見てもサソリだぞ。行くなら私だってやるときはやるんだから。アームポイント。俺の方はいつでもいいぞ。一刀流シッソンソン。後悔するわよ。俺がいる限り誰も死なせない。アームポイント確定。ロゼオまだまだ。ザンダーボルテンポ。修行にはちょうどいいな。怖くね。アームポイント確定。ロゼオ。これやべえな。楽しくなってきたじゃねえか。何やろうってのやるか。悪いが加減するつもりはねえ。俺は強くなったんだ。その力見せてやる。くれ。金よ。これ食べて元気出して。悪い。助かったぞ、ナミ。俺だって戦えるんだ。行ってなんだかヤバそうね。面白い。やってみろよ。あたしの番ね。邪魔だ。おう、俺に任せろ。甘く見てると後悔するわよ。俺がまとめて相手してやる。どうすっかな。俺たちの邪魔はさせ。これで元気になるぞ。ありがとう、チョッパー。おう。さーてと、ゴムゴムのバズ。準備 OK。 ナミ、すげえなお前。ありがとう。少しはお役に立てたかしら。こういうとこ進むと大体いいことあるんだよな。ほらな、俺の言った通りだ。
怪我は俺が治してやるぞ。気をつけろ、チョッパ。分かったよ、ルフィ。さーてと、ゴムゴムのガトリング。準備 OK だ。三刀流を三千世界。サンダーボルテンポ。準備はできてるぞ。どうだ。これやべえな。ちょっと何のんきに言ってんのよ。お前じゃ退屈しのぎ。三刀流を三千世界。俺の多彩な変形点、アームポイント確定。ロゼオン。あたしの番ね。いくわよ、サイクロンテンポ。任せろ。次はドイツだ。ゴムゴムのブレット。竜巻。俺は負けねえ。ゴムゴムのブレット。医者、医者、これで元気になるぞ。うわ、ありがとう、チョッパ。よし、行くぞ。終わった。サンジ、メイジ。あら、パンダだわ。あの動物、パンダっていうのね。初めて見たわ。いや、待つんだ、リム。あれはパンダなんかじゃねえ。洞窟にまだらに…私だってやるときはやるんだから。今がチャンスだ。俺の方はいつでもいいぞ。三刀流を三千世界。やるぞ、ゴムゴムのブレット。天候の科学、とくとサンダーボルテンポ。ゴムゴムのピストル。切り替えのありそうな相手だ。船長の邪魔だ。道は開けてもらう。アザラシだ。ワニは？あ、ワニ。本当にいたのね。いけるか、ゴムゴムのブレット。準備 OK だ。
そっちか。刀のためにしてやる。まずいわね。こいつ強いわ。アームポイント確定。ロゼオゴムゴムのブラッド。一刀流シッソンソン。なめないでね。こう見えてなかなかやるわよ。ゴムゴムのピストル。トラッケリ。いくわよ、サイクロンテンポ。俺だって強くなったんだ。こんなやつに負けねえぞ。ゴムゴムのバズーカ。切り替えがありそうだ。もう一匹隠れてやがったのか。手間かけさせんじゃねえよ。洞窟の中なんだからやりすぎるなよ。よし、あいつ思いっきりぶっ飛ばすか。話を聞け。こいつつゴムゴムのブレッド。そっちか。一刀流シッソンソン。みんなで力を合わせるんだ。アームポイント確定。ロゼオゴムゴムのピスト。邪魔だ。まずいわね。こいつ強いわ。邪魔だ。やるじゃねえか。こいつ強えな。ゴムゴムのバズ。ちょっとやばいかもな。これで終わりだ。まずいわね。こいつ強いわ。これで元気になるぞ。きっちり肩をつけるとすれば。トラッケリ。こいつ強えな。まずいわね。こいつ強いわ。アームポイント。ゴムゴムのバズ。きっちり肩をつけるとするか。はい、これで元気になるぞ。俺がで元気になるぞ。ありがとう、チョッパ。おう、こいつ
つえゴムゴムのピスタやるじゃねえか。舐めないでね。こう見えてなかなかやるわよ。アームポイント確定。ロゼオン。トラッキリ。俺が邪魔だ。俺だって強くなったんだ。アームポイント。ゴムゴムのブレッド。俺だって強くなったん。これで元気になるぞ。ありがとうチョッパー。おー、切り替えがありそうだ。トラッキリ。俺だって強くなったんだ。アームポイント確定。ロゼオン。ゴムゴムのブレッド。効かねえよ。よし、鬼切り。怖くなんてねえぞ。ぶっ飛ばしてやる。刀の髪にしてやる。舐めないでね。こう見えてなかなかやるわよ。これで元気になるぞ。助かったチョッパー。ぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのアズーカ。全員ぶっ飛ばして海賊王に俺はなる。することはないわ。あなたは小さいから当たり前よ。なんだよ、俺は小さくなんかねえぞ。砂漠を抜ける手立てがなくなっちまったな。困ったわね。こうなるとリューサを超える方法を考えないと。崩れてきた岩、なんとかなんねえのか。早くここを出ましょう。崩落が起きるとみんな生き埋めになってしまうわ。コーヒー。まったくもう、あんたは加減ってもんを知らないんだから。おう、悪い。本当に悪いと思ってる？人がいるわ。今の力を試すにはうってつけだな。竜巻。よし、かかってこい。ゴムゴムのガソリンだ。準備はできてるぞ。アームポイント確定。ロゼオン。サンダーボルテンポン。沈
竜巻。悪くねえ戦いだった。俺、大きくだってなれるんだからな。だから何？今のあなたは私より小さいわ。そうだけど。洞窟は通れなくなっちゃったし、どうしたものかしら。別の抜け道を探すか、竜砂を渡るしかないわね。もう一度、さっきの正体。おい、橋のところに何かいるぞ。ありゃトカゲの口から出てきたカニじゃねえか。コガニ。そんな名前だったのかよ。見たまんまだな。あいつならもしかして抜け道も知ってるんじゃないかな。話を聞いてみよう。よし、竜砂のところに向かうぞ。待て待て、おめえが仕切るとたどり着かねえ。んだとこら、クソコック。喧嘩してないで、行くわよ。オアシスから南東の竜砂の岸に向かいましょう。竜砂を越えりゃ、次はいよいよレインベースか。ええ、そしてカジノ、レインディナーズに行けばクロコダイルがいるはずよ。よし、待ってろよワニ。バカ野郎、その前にビビちゃんの安全を確認するのが先だろ。Ah!
こうして流砂を越えた一味はレインベースを目指す。一方その頃、レインディナーズでは、ずいぶん暴れてくれたもんだな、王女様。さすが我が社の元フロンティアエージェントだ。観念しな。グエー、なんだあの鳥は。超カルガモ。グエー、ワニ、あんたはまた。やめろアルフィビビは、ここにいるのね。キラキラ、キラキラで、ピカピカで、よっ、ここは何なの？落ち着け、リム。
なあカルー、お前本当に大丈夫なのか。くわ、一切戦える状況じゃないけど平気だ。だってよ、刀がうずけ一刀流シッソンソン。まだだ、金よ。行くぞ、ゴムゴムのバズーカ。シッシッシ、やったな。面白い、来てみろ。覚悟しなさい、サンダーボルトテンポー。そこどけ、うごけん。次はこいつだ。待ちなさい。喉渇いちゃった。ねえサンジ君、ジュースないの？みんな、話がある。どうしたんだ、ロビン。私はここで別行動を取らせてもらうわ。え、なんでだよ。本来の歴史では、この時点で私と王女様、敵対関係でしょ。顔を合わせると、きっと話をややこしくするわ。そっか。確かにすっげー怒るかもな、ビビ。それに、少し調べておきたいことがある。わかった。でも、必ず戻ってこいよ。もちろん、約束するわ。なんかいるぞ。それにしてもこいつら悪趣味な格好しやがって。
お前こそ人間のくせに変な眉毛しやがってだってよ。この野郎上等だ。クソ準備 OK だ。竜巻準備はできてるぞ。アームポイント確定。ロゼオン防射と大剣豪になる日まで絶対にもう俺は負けねえ。文句あるか海賊王。しない。俺が万能薬になるんだ。いい調子だ。ビビッチは今行くからね。レインディナーズの奥に乗り込んだルフィたちは捕らえられていたビビの救出に成功した。しかしそこにはすでにクロコダイルの姿はなかった。ルフィさん、皆さんもどこに行ったのか心配してたのよ。おお、久しぶりだな、ビビ。え？久しぶり？なんでもないわ。でも、無事でよかった。ビビ、ワニのやつはどこだ？クロコダイルはアルバーナに向かったわ。
バロックワークスは国王軍と反乱軍をアルバーナで激突させるつもりなの。なんてこった、こうなる前に終わらせるつもりだったのに。急いで反乱軍を説得しなければ。分かってる、行くぞビビ。ありがとうルフィさん、皆さん。ごめん、ごめんね、心配かけたわねカルー。まずはここを出ねえとな。そうだな、入り口まで引き返すぞ。こわっ。え、ところでその女の子は誰かって。そういえば私も初めて見るけど。私はリム、でも気にしないで。え、私がアルバーナまで案内するわ。わかった、よしみんな行こう。この坂を登った先に北欧軍の駐屯地があるわ。まずはそこまで行きましょう。おう。申し訳ございません、我らの力及ばず、反乱軍の本体はアルバーナに。今市内は戦場となっています。私どもはここでさらなる反乱軍の合流をせき止めている状況です。安心ください、我ら国王軍は命に代えても必ずやこの国を守ってみせますぞ。私たちが生まれ育った愛する祖国ですから。
怪我をしていますね。すぐに治療をしないと。ビビ、俺に任せとけ。お願い。皆さん、取り乱してごめんなさい。どうしたんだ、ビビちゃん。亡くなっていた彼は、子供の頃、香西は私と一緒に遊んだこともある友達だった。え？ナミさん、私…ビビ…こんな犠牲が出ないように頑張ってきたはずなのに、この国に暮らす大切なみんなを守るため、大好きなこのアラバスタのため、反乱軍も国王軍も私にとってはどちらも大切な人たち。みんなこの国を愛しているのに、クロコダイルに騙されてお互いに傷つけ合っている。行かないと、行って戦いを止めないと。今ならまだ止められるかもしれない。私の命に代えても、みんなを必ず。ビビ、落ち着いて。まずは状況を確認しないと。ナミさん、でも早くしないと、みんなが。駐屯地は大丈夫だよな。そうだといいけど。おい、しっかりしろ。これ以上こいつらに。ブラ王に従う連中が何を言う。やつこそがこの国をダメにした張本人だというのに。だが反乱軍の本体はもうアルバーナに突入した。俺たちを食い止めたところでこの戦いはもう。どうやら今回も一足遅かったみてえだな。どうして、ビビ？どうして彼らが傷つかなければいけないの？国王軍も反乱軍もどちらも国のことを大切に思っているというのに。行きましょう。ここで立ち止まっているわけにはいかないわ。
どうする、ビビ。キャンプがあるけど休んでく？私なら大丈夫。みんなの体調はどう？よし、飯だ飯。肉食って戦いに備えるぞ。こんな時だからこそ俺の料理で幸せにしてやらねえとな。さてと、行くか。こんなところにも兵士がいるのね。ビビ様、ペル様の件はお聞き及びでしょうか。え、ペルがどうかしたの？実は独自の調査で事件に迫っておられたのです。船が乗り上げる事件の後、真っ先に現れ、偽の国王の正体を暴き、先導していた奴らを追い払われました。もっとも、ペル様も深手を負い、今は治療を受けておられます。ペル…ペル様が止めなければ、どれほどの死傷者が生まれたものか。以上の次第、差し出がましいようですが、ビビ様にもお知らせしておくべきかと思いました。ええ、ありがとう、よく知らせてくれました。待てよビビ、何するつもりだ？もう放っておけないの。何としても反乱軍を止めるわ。もうバロックワークスの隙にはさせない。1分、いや1秒だって無駄にできない。私はもうこれ以上誰も死なせたくないの。甘いんじゃねえのか。七部会の海賊が相手でもう100万人も暴れ出してる戦いなのに、今更お前一人で止められると思ってるのか。それの何がいけないの？命を落として人を守ろうとすることの何が悪いの？今更お前なんかの命一個で賭け足りるもんか。じゃあ一体何を賭けたらいいのよ。俺たちの命くらい一緒に賭けてみろ、仲間だろうが。みんなもう一度だ。何回でも何十回でもワニのやつをぶっ飛ばしてやる。また仲間のため、よほど大切にしているものなのね。
大きな町。私たちこれからあそこに行くの？そう、あれがアラバスタの首都アルバーナよ。どんなところなの？いい町よ。活気があってとても平和で。でも今はそんな町が戦場と化している。行くぞビビ、ワニのやつからお前の国を取り返すぞ。ええ。おい、あそこ見ろ。あ、海兵がたくさんいるぞ。あいつらなんだってあんなところに。さあ、わからないけど、アルバーナの周辺は海軍に封鎖されているみたいね。まずは通してもらえるように私が海軍を説得してみるわ。ビビのことなら海軍も知ってるだろうしな。そうしてくれ。ほら野郎ども、海軍のとこまでビビちゃんを護衛するぞ。おう、近くまでは俺たちも一緒に。おう、近くまでは俺たちも一緒に行くぞ。うん、みんなありがとう。取り囲んでいるはあの通りで、ひょっとして反乱軍のか。ええ、おそらく。それじゃあ海兵と話をつけてくるわ。おう、任せた。お疲れ様です、海軍の皆さん。あなたは？驚いたな、アラバスタのビビ王女じゃないか。王女様がなぜこのような場所に？アルバーナに急用があるのです。従者たちとこの検問を通って構いませんか？怪しい。なんだと？まさか王女も偽物？ここはご無礼と承知で、我々の尋問を受けていただけますかな。何ですか、やめてください。おいおい、何やら揉め始めたぞ。どうやら作戦は失敗みてえだな。ビビちゃんのピンチだ。ルフィ、すぐに助けるぞ。準備 OK だ。くそ、違う。ぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのピストン。任せろ。金よ。待ってろ。ああ、何しようってんだ。任せろ。いってー、ゴムゴムのガトリング。おりゃ、相手にとって不足なし。三刀流王三千世界。怖くなんてねえぞ。俺がやる。これか。助かったぞゾロ。俺がやる。俺だって強くなったんだ。こんな奴に負けねえぞ。俺が相
相手になってやるよ。ボーショット。これで元気になるぞ。ありがとう、チョッパ。任せろ。こんなとお前も食え。効かねえよ。まずい。三刀流王三千世界。よし、やるか。ボーショット。俺だって強くなったんだ。こんな奴に負けねえぞ。お前たちの相手は俺だ。よし、行くか。マナーがなってねえの。これだ。やるか。まだやるなら相手になるぞ。おい待てよ、ビビちゃんがいねえ。本当だ、どこに行ったんだ。あれ、海兵たちも消えちまったぞ。あいつらの腕にもバロックワークスのマークがあった。あの海兵はバロックワークスだったの。海軍に化けてビビが現れるのを待っていたのね。そのあたりはあいつらを締め上げて聞き出す方が早そうだ。おぞルフィ。ワークスの連中、許さぬ。こっちだ。急ぐぞお前ら。あ、良いサーだ。くそ、あいつらはわざわざ道を塞いでいけなかったな。関係ねえ、全部ぶっ壊す。今助けに行くからな。あんたたち、さっきの海兵でしょ。こいつらは麦わらの一味。こんなところまで追ってくるとは。見ろよ、あの紋章、バロックワークスのじゃねえか。どうやらバロックワークスに関係した砦なのは間違いないみたいね。そういうことならさっさと締め上げてビビちゃんの行方を聞き出そうぜ、ナミさん。やるか、ゴムゴムのガトリング。やめよ。ボーショット。
準備 OK だ。竜巻！効かねえな。仲間の力を見せてやる！効かねえな。効かねえな。これだ！俺の番だな。俺の出番か。竜巻！これだ！いってー！ゴムゴムのガソリンだ！だぞー！ボーショット！効かねえな。おい、やつから目を離すんじゃねえ。くそ、違う。ボーショット効かねえな。効かねえな。ゴムゴムのガソリンだ。まだまだ。竜巻！これで元気になるぞ。ありがとう、チョッパ。痛いじゃねえか。まだ。まだ。背中の傷は気にし。寝よう。寝よう。ボーショット。効かねえな。その程度だよ。これで元気になるぞ。くそ。いってー！ゴムゴムのガソリンだ！これだ！ゴムゴムのガソリンだ！ここで倒れちゃう。その程度だよ。サンジ、大丈夫か？怪我なら見るからな。まだ大丈夫だ。ありがとうな、チョッパ。ちょっと休憩だ。これで元気になるぞ。まだ。ゴムゴムのガソリンだ！効かねえよ。くしょみんな、やられちまった。俺しかいない。なんとかしないと。医者、医者を呼んでくれ。くそ。やってやるか。ダメだ、力が出ない。まだまだ。しょうがない、やりますか。俺様に任せる。任せて。行くわよ、サイクロンテンポ。ウソップ様の出番で、貴様火薬星。甘く見てると後悔するわよ。ザンダーボルトテンポ。ウソッペッパフォーム。くっそ、やべえ、意識が。まだよ、まだ負けてないわ。何やろうっての。どう、
これがウェザリアの天候の科学よ。くそ、さすがは麦わらの一味。だが、一足遅かったな。ビビ王女はすでに別動隊が連れ去った後だ。もう宮殿にいる社長のもとに着いた頃だろうぜ。無駄骨だったな。バロックワークスが社長って呼ぶなら、クロコダイルのことかな。そうだろうな。ビビを助けるためアルバーナに急がねえと。海軍の検問に切り込むか。少し骨は折れるが、なかなか面白そうだ。よし、行こう。海軍をぶっ飛ばして先に進むぞ。またはしごだ。これどこにつながっ。今の力を試すにはうってつけだな。必殺火炎星。刀がうずき一刀流シッソンソン。ゴムゴムのブレッド。これは諦めが悪い。ボーショット。やるぞ、ゴムゴムのブレッド。この足でてめえも仕留める。ムートンショット。よく覚えとけ。こっ、
よし、かかってこい。ゴムゴムのピストル。てめえら覚悟はできてんだろうな。ボーショット。一刀流シッソンソン。俺たちの力ミッシャス火炎星。これだ。ここが正念場だ。チチチチチチ。ゴムゴムのガトリング。効かねえよ。ボーショット。動けねえ。ゴムゴムのピストル。狙いは外さねえ。この足でてめえも仕留める。マナーがなってねえの。さ、ディナーの準備に取り掛かるとするか。おお、サンジ、メシ。よし、このまま突っ切るぞ。随分と部下どもを可愛がってくれたな。ゆら。うわ、ケムリンじゃねえか。まさかここに殴り込んでくるとはな。海賊風情が何を血迷ったか知らねえが、残らず捕まえて後悔させてやる。スモーカーさん、全力で行くぞ。どけよ。俺たちビビを助けに行くんだ。ビビ、それはビビ王女のことですか。まさか本物の。海賊の言葉だ、信じるな。それに俺たちの目的は、悪この国のたどる結末に俺たちがどう関わるのか、それについて考えるのは。わかりました、スモーカーさん。ここで麦わらの一味を全員捕まえましょう。ぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのピストル。生きがってやがるのも今のうちだ。一刀流シッソンソン。まだだ。おい、お前。ボーショット。これだ。とうとう俺を本気にさせ。ほら、まずい。これだ。ぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのブレット。お前の能力でホワイトラッチャー。切り替えがありそうだ。トラッキー。まだだ。ボーショット。ひさかやくぼし。この敵強いです。キリガー。やられてねえ。効かねえな。俺から行く。ひさかやくぼし。この敵強いです。気をつけてください。ゴムゴムのブレット。お前の能力ホワイトライチャー。クソ、違う。ボーショット。効かねえな。これだ。きっちり肩をつけるとするか。まだまだ効かねえな。ゴムゴムの効かねえよ。相手が強そうだからって逃げ出すわけにはいかねえ。クソ、違う。ボーショット。その程度か。これだ。きっちり肩をつけるとするか。一刀流シッソンソン。アメンジ。効かねえな。ゴムゴムのバズーカ。この程度のやつで騒ぐんじゃねえ。なめんじゃねえ。その程度だ。相手が強そうだからって逃げる。サッペタイム。くそ。
まずは飯だ。悪い、助かった。引くわけにはいきません。キリンだ。やられてねえ。貴様火薬星、引くわけにはいきません。ゴムゴムのブレッド。この程度のやつホワイトブロー。やるな。よし、行くか。鬼なめんじゃねえよ。貴様火薬星、はっか、ぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのピスト。ボーショット。そこどけ。疲れた。俺から行く。大丈夫です、戦えます。こいつ杖ゴムゴムのピスト。切り替えがありそうだ。一刀流シッソンソン。まだ負けてはいません。止まるだけだ。煙のやつやっぱ強えな。こんなところであのパクリ女に会っちまったな。タシギちゃんのどこがパクリだ。こら、舐めたこと言ってると下ろすぞクソ剣士。てめえには関係ねえだろうが。引っ込んどけクソゴケ。待ちやがれ麦わら。なんだよ、しつこすぎるぞ煙。構うなルフィ、今はアルバーナに向かうことが先決だ。して例の偽国王事件で暴れていた連中が再び集まってきました。そんなもんてめえらで片付けろ。それが麦わらの一味を逮捕するため菜の花からも海兵を送ってしまい、数が足りないのです。スモーカーさん、菜の花だ。急ぐぞ。